クイックスタート、これでいいんですかね。クイックスタートを行こうか。気づけばもうすぐ解凍祭だぜ。あれあれあれ、総理、こんな時間にこんなところでどうしたんだ。これあれやんな、あの行幸の話聞いたとこやんな。一緒に飯食いながら動画編集リーウェ編やってるからもう鮮明に覚えてんねんけど全部。なんで俺スメールまで行ってんのにまだカン登場したとこやねん。動画警察層あたりまで散策でもして宝月のタケノコを取ろうと思っていたんだ。食べてみたいなー、うまいの。お前わざとだろ。オイラたちがその口車に乗せられてお前のために使いっ走りでタケノコを取ってくるとでも思ったか。あれちょっとパイモン目が隠しきれてないよ。目からよだれ出てるよ。こいつのせいですっごく食べたくなっちゃったぞ。タケノコパイモン、ね、ちょっとこういうのは雰囲気から入りたくない。ババアラを主人公に変えます。やるべきことはまだまだたくさんある。20レベル。なんなら歩いていきたいぐらいやねんけどな。さすがにちょっと遠いか。ワープしよう。タケノコ、タケノコ、お前何してんねん。うわめっちゃあるタケノコ。これだけあれば足りるだろう。あれ助けてくれ。え誰か助けて。小柄な人影が溺れた人を助けた。ちゃんと見えてる。水は飲んでいない。あれ昨日僕のガチャから出てきました。落ち着いたよ。ありがとう。ねえねたちにおじちゃん。えこんにちは。えヨーヨと申します。よろしくお願いいたします。かわいい。正しい女の子だぞ。なんかでもこの声聞いたらロリポン思い出すわ。あのクソみたいなイリアのモノマネ。イリアは。やつほんまツイッター凍結せんがな。道を間違えてしまった。この前なんかあれで整形立てようかなって話をしてて。気にしないで、ドボルザークおじちゃん。おじさんのこともおじちゃんって呼んでくれる？これからはなるべく見知らぬ環境で考え事をしながら歩くのやめましょうね。お腹が空いちゃったの？私はまだ。遠慮しなくていいよ。ヨーヨはリーユエの人間だから。各地から来た観光客をおもてなしするのも人情ってものだもん。この子めちゃくちゃ気が利くぞ。オイラの分まであるじゃないか。ヨーヨーはママですか？遠慮しないで。昨日ヨーヨーとか言ってごめん。名前が覚えられんかったんよ。一番食べてるくせに。ハイモンってなちっちゃいのによく食べるよな。食欲旺盛なのはいいことだよ。パイモンちゃんがまだまだすくすく育ってる。すくすく育ってるね、パイモン。もうちょっと多めに作ってくればよかったね。ほら、めちゃくちゃオイラを甘やかしてくるぞ。シンパシーを感じるな、パイモンに。俺も実家で甘えてますからね。ドボルザークおじちゃんの口にあったかな。重さが足りなかったりしない？ヨーヨマジでママじゃね。みんな、ついてきて。ヨーヨが案内するよ。あー足元を見ないとダメですからね。はーい行こう。オイラの仕事がまた一つ減った。ほんまや。でもヒヒオイラは盛り上げ役に回るとはーい。ヨーヨーごめん、ちょっと戻ってきて。うえーマチすごいことなってる。オーロちゃん癖出た。いいよしもた。ヨーヨーはママでした。異論は認めます。ピンコなんかな名前。いやじゃピンバーヤっていう名前でしょ。愛称じゃなくて吉田ピンバーヤみたいな。まあ今の子供世代とかはそうやけどさ、おばあちゃんになった時にちょっとなんか合ってないなっていう名前結構多いやん。もうキラッキラしてるような。逆やね。だからそれを危惧した両親がこの子がおばあちゃんになっても恥ずかしくないような名前をっていうのでピンバーヤ。音楽は歴史と文化の証であり、異なる文化の間に渡される架け橋でもあるのじゃ。若いなおばあちゃん。時代は変わっていくものじゃ。奈良におばあちゃんがいんねんけどさ、車の中でさ、俺がこの前エミネムかけたらさ、これいいなって言ってたよ。ヒップホップバーや。あ、本物のママがおる。すまんみんな忘れてくれ。本物のママやわ。これが私のママです。カンウネーネー。カンウマーマって今度か読もうじゃ俺。最近ねえねのお仕事が忙しいのは知ってるけど、働きすぎはダメですからね。どっちがママや。また草むらで寝ちゃわないように。待て待てむずいな。ちゃんと気をつけて。どっちや。え俺のママはどっち。これ働きすぎはダメですからね。なんもやな。伊沢タクシーならどう答えるやろ。妹とぼんや
りした姉ちゃんの会話みたいだぞ。こんパイモンもう悪気はないんだ。でもパイモンさんの言う通りで私は仕事以外だと。なぜわかる伊沢拓司。嫌すぎるや。どっちがママかを的確に判断してんの。世間話に気を取られてしまいました。こちらの方は。あ、オイラが紹介してやるよ。アイモは自らシャシャリ出てどう…え、今公式表現で合ってた今の。これ二次創作じゃないよね。パイモンは自らシャシャリ出てって書いてた今。師匠が言ってたのは、人にはそれぞれ得意なことと不得意なことがあるって。だからカウネーネも自分が全部すごくなるなんて無理はしなくていいんだよ。身の回りのことはヨーヨに任せていいから。やっぱヨーヨがママか。ヨーヨ、オイラのことも世話してくれないか。あいつは絶対違うね。いいところに来てくれましたね。こちらはちょうど一段落ついたところです。あいや恐縮です。いやいや好き。今は一刻を争う状況で。ヨーヨ、いろいろと持ってきてくれてありがとう。ちゃんと忘れないようだね。難しいな。カウもママか。ちゃんとお茶として入れる。いやヨーヨの方がママか。タオネーネ、葉っぱをそのまま食べたりしないでね。そんなおっちょこちょいな。あれ何、なんかまんざらでもないな。なんか経験談、ママを決めるのは子じゃねえよ。いやそんなことないと思いますよ。いいねこれ。回答祭を祝して星と深淵を目指せ。関羽と共に国政が玉慶台の広場まで来た。旅人にパイモン、お久しぶり。それにドボルザークさん、こんにちは。私のことは国政と呼んでください。これからは私が七星を代表して公演の準備に協力するわね。国政仕事できる。褒めすぎよ。いや好き。これは、え、この顔可愛すぎやろ。関羽どうしたの。実は私はハンセンの獣なんです。この体には人と先住キリンの血が流れています。根源をたどるということの背後にある意義が私にはわかります。私も似たような行動をとって自分の帰属するところを探そうとしましたから、動物園とか見かけるとこうふとこうちょっと入りたくなったりするのかな。こうそのキリンじゃない、さすがに伝説の生き物の方のキリンか。そうよな、普通に間違えた今。動物園のあのキリンさんではないか。キリン一番絞りなんか飼うたびに上手くなっていってる気がするんだけど。あれ、原神始めました。無事沼りました。よいしょよっしゃ。皆さんを課金沼にはめようとして、そのために僕はこの配信をしてますからね。寝ないのはダメよ。時間は有限よ。連続で働き続ければ大きな負担がかかるわ。ふん、休むことも大事だってことくらい私だって分かってるわ。北西、あれママ、ママしか出てこやんねんけど。どうなってんねんこのゲーム。こんな場所に来る暇人は誰か。いやイエラン、幽谷に咲くラン。彼女の相手に嘘などをつこうとしない方がいい。なぜならその資料深い考えの前では嘘は泡のようにすぐバレてしまうからだ。嘘ついてもわかんねえやろ。ちょ、胸に目いきました最初。すいません。この犯人は戦慄を悪事に利用した以外に逃げ方も心得ていたようね。みんな落ち着いて、私が戦慄です。なんか戦慄のさ髪型真似しちゃうおっさんの動画知ってる。土壌に戦慄です、みんな落ち着いて。マジでおもろい。戦慄っていうキャラがいるんですけど、戦慄っていうキャラがこれなんですよ。チビキャラで走ってみていい。案内するからようやく。俺この走り方マジで好きなよな。原神のチビキャラマジ可愛い。これ見えたぞ、あそこ砲塔団のテントだ。おい、お前らは誰だ。ギーローリ。ええ、証拠は確かね。私の堪忍袋の尾が切れないように振る舞うことをおすすめするわ。バカなこと。よ、恐怖よりもその貪欲さの方が大事だった。だいたいその才能があったらまともな職に就いた方がよりうまく自活できるんじゃないかしら。いやちょっと待って、俺も諭されたい。おっしゃる通り、論破されたい。ここまでにするわ。反省の時間はこれからたくさんあるものね。まともな職に就いた方が。うっ、後片付けはついでにやっておくからここで別れましょう。あ、皆さんうすうす気づいてる方もいらっしゃるかと思うんですけど、彼女もママです。ママの町リーウェ。
捜査も逮捕ももともと君たちがやろうとしていたことだし、この手柄を君たちにあげても間違いはない。受け取ってくれた方が私も嬉しい。少し早いけど、回答さえよしくして、さようなら。彼女はママです。彼女がママです。じゃ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 ーん。なんだに、妙な旋律クリアだぞ。ドラえもんの介護官みたいな。百分帰ってきたぞ。事件はもう解決したぜ。それは良かったです。しばしお待ちください。お二人が来たら報告するようにと行幸様から言われておりますので。いやあかん。久しぶりに。5人目来た。ママの町、もうひっきりなしやな。長い月誰から生まれればいいね。五等分の母親売れへんやろうな。仕事って永遠に終わらないものね。わからない。